どうも、ちんくんです。本日はツイッターでめちゃくちゃ話題のダイソーのミニ洗濯機を試していきたいと思います。まあこれ知らない人も多いと思うんで簡単に説明すると、この洗濯機でメイク用のパフだったりとか、チーク用のブラシを洗うとめっちゃ便利なので、すんごい話題になってるんですよ。言うても、ダイソーで300円の洗濯機がそんなすごいわけないじゃんっていう。これ話題になってるから、ちょっと何がそんなすごいのかなと思って、ダイソー行って、すみません、ちょっと洗濯機くださいって言ったら、なんか店員さんにふふって笑われて、すみません、当店洗濯機は置いてないんですって言われて、いや、僕だってここは家電量販店じゃないのは分かってますよっていう、今ツイッターで話題になってるんで、その小型洗濯機欲しいんですよって言ったら、あーみたいな顔をされて、ただうち、大型店舗じゃないんで、ないんですって、いや、ないんかいみたいな。まあ、そんなのはどうでもいいんですけど、とりあえず、メルカリで300円の商品を1100円で買いました。そんなに、はい、今行きまーす。靴、届きました。はい、それでは気を取り直して、このツイッターで話題のミニ洗濯機がどこまですごいのかというのを試していきたいと思います。洗浄力はさておいて、なんだかんだ形はちゃんと洗濯機。しっかり洗濯もできそう。そしてツイッターで見てと俺が一番、まあ確かにここはすごいなと思ったのは、ただ水入れて回るだけじゃなくて、本当に水が排水されるっていうところだけはすでにすごいと思っている。まあ、もっと言っちゃうと、正直言うと僕はパフ洗わないんですよ。全部一回使ったら捨てちゃうんで、別にその洗えるのすごいよって言われても、はい、捨てればいいじゃんみたいな感じなんですけど、いい化粧品を使ってると、いいパフを使うんでしょ？知らないけど。なので、まあ、パフ洗ってみたいと思います。実験用に用意したこのパフを入れまして、ごく普通の水道水を入れます。で、まあここに、こちら同じくダイソーで売っているパフスポンジ専用洗剤、これが出る時点でパフを洗うっていう需要は本当にあるんですね。俺は何度も言うけど捨てるんで分かんないですけど、いきまーす。スイッチオン。お、回ってる。お、すげえ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 。こんな感じでも泡立っちゃっててよくわかんないですけど、パフがぐるぐる回ってます。この水の色がね、だんだん茶色っぽくなってるんですよ。あ、すごいね。これでも手でもみもみして洗うのはだるいから、そういう意味で言うとこの洗濯機便利かもしれない。ちょっとそろそろ出してみようか。おお、すげえ、絞ったら取れてた。え、結構取れてない？ええ、すごいじゃんこれは話題になりますわ。でもね、これ取れるのがすごいのはすごいらしいですけど、ジンクモ的な醍醐味はここじゃないんですよ。排水の字いきます。これちょっと、ほらほら、この汚れが取れてるのが見えるでしょ。これわかるでしょ。これはでもすごいですね。デパコスとかの高いパフとかを使ってる人は300円で洗えるならいいかもしれない。一応筆も試してみます。先っぽの方がだいぶ綺麗になりましたね。これはね、ほら、お水は今度はピンク色です。チークだからね。はい、ということでね、このツイッターで話題になっていたミニ洗濯機試してみました。所詮話題先行でしょって思ったんですけど、思ったよりすごかったです。ちゃんと取れたし、ちゃんと排水もできたし、女性の方でパフとかを洗いたいなとか、こだわりの筆使ってますよっていう方は使ってみるのもいいんじゃないかなと思いました。マジで注意点なんですけど、これ別に使う時にこのホースをここにかけて洗わないと、入れた瞬間水全部出ます。まあ物理の話になっちゃうんですけど、高いところから低いところに水が流れるよっていう原理を利用して水流れてるだけなので、絶対ホースここにつけた状態で使ってください。もうツイッターでは綺麗になることでバズってるけど、俺はこの排水が面白いと思ってるんで、皆さんぜひ排水してみてください。バイ。